ミルウォーキーはアメリカ海軍の防護巡洋艦。セントルイス級防護巡洋艦の一隻。艦名はウィスコンシン州ミルウォーキーにちなむ。その名を持つ艦としては二隻目。ミルウォーキーは1902年7月30日にカリフォルニア州サンフランシスコのユニオン鉄工所で寄港した。1904年9月10日にジャネット・ミッチェルによって命名。 浸水し、1906年12月10日に、艦長チャールズ A 語部中佐の指揮下収益した。1907年3月14日から5月28日まで、メキシコ及びカリフォルニアの沖合で成長を行った後、ミルウォーキーは6月26日にサンフランシスコを出港し、アメリカ合衆国の権益保護のため、サンサルバドルとコスタリカ沿岸を巡航 マグダレナ湾では、船体と共に砲撃訓練を行った。その後、1908年3月26日に、サンフランシスコから、ワシントン州ブレマートンに向かい、4月25日に、予備役となる。1908年の夏は、ハワイとホンジュラスへ巡航し、その後、ピュージェットサウンド海軍造船所で1910年5月3日まで、予備役に置かれた。 ミルウォーキーは1913年6月17日に現役復帰し太平洋予備役艦隊に配属される。続く2年にわたって数回の短期巡航を行う。ワシントン州の海軍民兵を乗せ1914年7月1日から22日までホノルルへ巡航、あとはカリフォルニアの沿岸で行われた。 1916年3月18日、ミルウォーキーは予備役艦隊から太平洋艦隊の駆逐艦及び潜水艦の母艦任務に割り当てられる。サンディエゴを拠点としてミルウォーキーは演習及び艦隊訓練に参加し、メキシコ水域の偵察、難民の搬送、調査任務に従事した。1916年後半にメアアイランド、 海軍交渉でオーバーホールを行った後、ミルウォーキーは1917年1月5日にカリフォルニア州ユーレカに向けて出港、1916年12月14日にフンボルト湾で座礁した H-3 の救助支援に向かう。救助作業中の1月13日、ミルウォーキーはサモアビーチで座礁する。乗組員は浜に無事上陸したものの、 艦の復旧には失敗した。ミルウォーキーは1917年3月6日に退役した。1918年11月の嵐により船体は2つに割れる。ミルウォーキーは1919 19年6月23日に除籍され、船体は1919 19年8月5日に売却された。ありがとうございます。